カットライン自体も少し前上がりにしていって、可愛らしい、フェミニンなイメージのショートスタイルを作っていこうと思います。前髪は切ってみて癖が癖の出方が変わるっていう場合もあるので、これを、持っている方の毛束を動かさずにその場で全部切っていくと、一箇所に穴が開いてしまって、こう髪の毛を振ってみて動きの出づらい場所、この辺でいうと今この辺りがまだ重みがあるかなと思います。でこういう、重みのある場所とかっていうのをこう動かしながら手で触って目で見て、でこれからスタイリングに入っていくんですけれども、スライドカットで作った束感とか、表面の空気感というものを活かして簡単にスタイリングしていきたいと思います。最初は全体に大きく揉み込みながらワックスをつけていって、はい、スタイリングも完成して、全てが出来上がりました。カットと、スタイリング含めて言えることなんですけど、これからもどんどんいろんなスタイルにチャレンジしていきましょう。